派の皆様と、アメリカ空軍パシフィックショーケースの皆様の中のメンバーの方がこちらのステージにお越しいただいてセッションを繰り広げてくれるとすごいですねということになりますね。贅沢ですね。はい、あ、改めて我々もあの自己紹介しなきゃいけないんですよね。MC を担当しております、私 FM 札幌村ラジオキラキタを担当しています山田大輔でございます。そして、はい、同じく、司会を担当しております三輪優子です。違いますね。実行委員長です。はい、すみません、暑苦しくてごめんなさい。おすすめ実行委員長でございますけれども、すみません、男2人の司会になってしまいました。申し訳ありませんね。さあ、ここで皆様にお知らせがありまして、本部席の方でこちら、皆様に当たるそうですよ、あの差し上げることができるぐらい数がまだあるということですので、これ何かと言いますと、マクドナルドのチキンマクナゲットの、特別招待券となっています。こちらぜひね、あ、はいはいはい、ありがとうございます。中を開くとですね、チキンマークナゲットの特別ご招待券というふうになっておりますのでね、食べ放題じゃないですね、これは、一つですね、お一人様一つということになりますけれども、ぜひ本部席に行ってみてください。皆様の分きっとあるんじゃないかなと思いますのでね、ぜひ、まあ、お帰りの際あるいはふれあいキューブに行く前に、ぜひ皆様こちら一枚ね、受け取っていただければと思います。今日の夕飯にね、チキンナゲットね、いいですよね。それもね、マクドナルド行っていただいてもいいかと思いますのでね、ぜひ、あ、ごめんなさい、本部的な範囲、ぜひね、明かしてください。さあ、この後準備は行いまして、いよいよですね、皆さんもお待ちかねという感じでありますけれどもね、大将ね、はい、今ちょっとあちらからですね、あの伝言が来まして、あちらからどちらからでしょうか、フレアイキューブですね、フレアイキューブから、ね、はいはい、あの早馬が来ましてですね、投げ踏みされたんですよ。そうですか、ね、今、はい、読みますね、どんな、はいはい、ですね、ただいま、うんうん、フレアイキューブの、はい、席は、はい、半分以上埋まってしまっておりますので、おと、お越しになる際は、はい、お気をつけくださいって、お気をつけください。お気をつけください。まあ、あのそういうことで一応ね、椅子を、急遽あの増やしたそうですけど、そうですか、はい、もしあのいっぱいでも怒らないでねっていうことだと思うんですね。でもね、仮に席がなくても立ってでも見たいなっていうことがスイングしちゃいましょうよね。ね、いいじゃないですか、はい、ね、ぜひ足をお運びいただければと、はい、あの素晴らしいステージがもう、はい、繰り広げられてるそうですので、ね、もう始まってるんですよ、ね、ぜひこの後もまだまだね、フレアイキューブ会場は、ね、この後も時間ありますからね、遊びに行っていただければというふうに思います。で、このメイン会場はね、はい、最後の演奏の皆様が、はい、今準備を行うというところでありますけれどもね、どうですか、あの屋台など、まだまだ食べ物、飲み物、まだまだ、ありますよね、はい、いっぱい売ってるものがございますので、ぜひ、はい、今日の夕飯に、明日の朝ごはんに、ね、1週間後に冷凍してまた食べましょうぐらいの勢いで買っていただけると、そういうこともね、いいんじゃないですか、ね、よろしくお願いいたします、できますか、ね、負けてよって言うとね、多分負けてくれないと思いますけど、頑張って、交渉してみてください。もしかしたらこんな時間だからね、あのちょっと安くなるかもしれないんで、ね、そういうことあると思います、かもしれないんで、あの確定な情報じゃないんですけど、掴みづらい話でごめんなさいね。もしかしたらってちょっと回ってみるのもいいんじゃないですか。いいと思います、はい、頑張ってください。ね、運よく、ね、そういうお安い情報もあるかもしれないんで、ぜひちょっと会場内を回って行っていただき、ところであの話戻しますけどね、戻りました、どこに戻すか分かりませんけど、どこに行きましょう、あの先日そのセイガ中さんにパシフィックショーケースさんが行かれた時に、実は私があの画像を撮りまして YouTube にアップしたんですよ、あ、はい、あの練習の画像、セイガ中の皆様と、パシフィックショーケースの皆様の、そうそうそう、練習してる様子、もう何がすごいってね、はい、中学生のお母さんたちがね、はい、わーイケメン怪人目が青いとかなんか言いながら ねもうキャーキャー言っててどうしようもなかったですね。いや、まあいいんじゃないですかね、演奏以外でも見るところってのあると思うんでね、動くかと思って手振ったらね、ふって言われましたけど、そういうこともありますよね。まあまあそういうこともあるんじゃないですか、ね、でもね、あの本当に決められた時間ちょっとだけやるのかなと思ったら、はい、これがまた熱心にですね、2時間以上やってくれまして、2時間以上も、はい、もう子供たちもね、はい、もう片言の日本語と片言の英語でね、はい、片言言葉みたいなよくわからない状況になってまして、通じたとで、でもあの音楽ですから、はい、あの通じるんですね、ね、そこはフリックだよ、フリックとかよくわからないこと言ってましたけど、そうですか、跳ねるとかいう意味らしいんですね。でもそのような中、実行委員長はもうペラペラと、ペラ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 と、あることないことね、随分仲良くなったそうで、とか言いながら、はい、お尻触られましたけど、そうですか、あの聞かなくていいですよ、皆さん、大人の会話です。現在ね、準備を行ってますけれどもね、
きっとでもいい思い出になるんじゃないですかね。でもね、あの米軍の人ね、はい、あのショーケースの方すごいなと思ったらね、はい、ちゃんと勉強してきてね、英語がうまいんですよ。勉強してきて、多分英会話教室とか行ってんじゃないかなと思って、ね、そうなんですか。本当にアメリカの人すごいですね、みんな英語。いや日本語を勉強してたのかと思ったんだよ。そうでした、ちょっと外してみましたけど、ね、違うの、だいぶ寒くなりましたね今日ね。違うのはね、私のせいかな。私はね一人汗かいてますけどね、隣でね。どうしてだろう。いやー、汗でしょ。僕もちょっとね、冷たい汗です。帰りたくなってしまった。さあ、この後いよいよ映像がありますがね。えでもどうなんですかね、あのこのパシフィックショーケースの皆さんは普段も、はい、まあ、学校の皆様とセッションっていうのは、ねね、結構ね、全国を回っていまして。あ、そうなんですか。この間は沖縄まで行ってきたとか。沖縄まで行った。北海道に行くかどうか分かりませんけど、北海道はね、もしかするとあんまり来てないんじゃないかなと思うんですけど。その、なんていうんですかね、米軍 の、はい、その交流というか、はい、日本の地域との交流というものが目的だそうなので。あ、そうなんですね。ですのでね、はい、本当にいろんなところに行かれてるみたいです。いろんなところに、はい、じゃあ普段からもう音楽隊として。そうですね、はい、いろいろなイベントなどに、はい、行って演奏しているということなんですね。まあ、さっきみたいにですね、はい、あのなんかバズーカ持ってきたらちょっと危ないような気はしますけど、多分それ仕込みはないと思いますので。ないと思いますよ。なかなか進めづらい話ですけどね。中学生の皆さん、まさかそこまでね、毒の効いたものはないと思いますけどね。すみませんね。米軍基地、出入り禁止になりそうな勢いですけど。出入りはぜひしないでいただければというふうに思いますけど。頑張ります。はい。日本の恥になっても困りますんで。ありがとうございます。春日部の恥です。ありがとうございます。ということで、はい、はい、全然準備が進んでないですけどね。いや、なんと言ってもね、いろいろ転換もね、しなきゃいけないかと思います。聖河中学の皆様、ジャズデイ春日部はもうおなじみという感じですね。もうね、聖河中あってのジャズデイ春日部というぐらいだったらよかったんですけど、はい、いや、そうじゃないですか。そうじゃないですか。もう毎回来ていただいてますよね。いや、もう先生の熱意がすごくてですね、はい、この間まで小学生だった子たちですよ、はい、1年生といえば中学生ですから、はいはい、その子たちがね、渋いジャズをピシッといくわけですよ。ほうほうほう。これはですね、先生がですね、はい、ブランデーグラスを片手にですね、はい、葉巻をくぐらせながら指導してるんじゃないかなっていつも俺思っちゃうんですけどね。それ本当だったら大変ですね。大変なことですね、本当ね。教育委員会とかそういう話になっちゃうんですね。なんかそのイメージになっちゃうぐらいすごいんですね。ただ本当、様々な賞もね、はい、受賞なさっておりますしね、聖河中学校の皆さん、ね、皆さんね、中学、あ、先生は分かりませんけど、はい、中学生の皆さん本当に真面目です。先生も真面目ですよ。先生が熱心だって話を今なさってたんでね、自己一応ね、また始まっちゃった。先生が熱心だということ で、 そうですね。で、中学校では非常に珍しいジャズに、積極的に取り組んでいらっしゃるという白岡市立聖河中学校の皆様でございます。全国でも珍しいんじゃないですかね。そうですね、でもあちこちのコンテストでかなり上位を取るとかですね、はい、あまりにもそのジャズに走りすぎて、はい、少し評価されないとかいろいろ苦しいことあるみたいですけど、はあ、でも白岡が誇る本当に素晴らしいバンドです。でも個性という意味では、ね、そうです、はい、大事なことじゃないですか、特にこれから聞いた話ですけど、はい、聖河中を卒業した子が、はい、先々に進まれて、はい、ここ の、 ハウスバンドでもありますドリームスイングキングダムに入ったとかですね、はあはあ、そういうつながりができたりしてですね、へ、面白い話ですよね。じゃあもう何世代にもわたって、じゃあこれからね、そうですね、春日部のジャズの歴史が積み上げられていくっていうことにつながりますよね。はい、でましてや今回こういった海外の方とつながりができましたので、はい、世界に羽ばたく人が出てくるんじゃないかと期待しておりますが、ね、その時はね、はい、マネージャー料1割ぐらいもらえないかなとか思ってはいますけど、ね、自己一応、そこまでは期待なさらない方がいいんじゃないかなと。いや、その方が丸く収まると思いますよ、いろいろ。いつもお世話になります、何かですか。はい、準備もね、済んではありますけれども、はい、この後だいぶ寒くなってまいりましたので、はい、お着物がない方はぜひ洋華堂で買ってきていただいたりですね、まあ、食べ物食べてちょっと飛ばしすぎましたね、今ね、はい、雨も降ってないのに傘2つ持ってきちゃいましたけどね、私ね。さあ、どうしましょう。でもね、予報ではね、いつ降るんだろうかみたいな感じだったのでね、今のところ持ってくれてよかったなというふうに思っています。さっきのパラパラっていうのはお清めだと思ってね、はい、そうですね、ありがたく受け止めて、はい、はい、もう大丈夫です、今日は。先ほどのね、R101 セッションの皆さんのね、演奏が始まって、で、エスターさんが
女性のボーカリストのエスターさんが歌い始めた途端雨が止んだんでね、歌の力ってすごいなと思いましたけどね。エスター、エスターって言うからね、はい、エスパー伊藤が来るのかと思ったら、じゃあね、まあ、エスパーさんが来てもいいと思うんですよ。そうですか。それはそれで喜ぶと思うんですよ。びっくりしました。どうでもいい話ですね。これ以上も持たせるのは自殺行為のような気もしますけど、どうでしょうね。さあ、もうなんか早くも、ね、セッションが始まりそうな、ね、感じですよ。リズムセクションはもう最初から入ります。ねえ、はい、お話を紹介されます。いつもですとね、途中から入ってきたりということが多いんですけど、はい、ゲストの皆さんはね、ですけれども今日はどうやら最初からもう、そうですね、セッションが始まるということになりそうです。パシフィックショーケースの皆様、ちなみにパシフィックショーケースの皆様はこの後ふれあいキューブの会場で、まあ、皆様お揃いになって演奏をしてくださいます。ですのでね、この演奏が終わったらすぐ今いらっしゃるメンバーの方はね、ふれあいキューブに向かうということになるんですよね。そうですね、お時間の許す限り、こちらにも行っていただいて楽しんでいただきたいと思います。はい、ただ横断歩道はちゃんと青になってから渡ってくださいね。よろしくお願いします。そうですね、はい、あんまり慌てすぎないようにということでございます。さあ、いよいよその時間も近づいてまいりましたが、きっと耳なじみある曲もね、たくさんまた演奏してくれるかと思いますし、パシフィックショーケースのメンバーの方と加わってどんな音色になるのか、まあ、先日の練習の成果っていうのも出てくるかと思いますからね。実はまだ中学校1年生と2年生ですから。はい、3年生も引退しちゃったんですね。あ、そうですね。そうなんですよ。そうですよね、そういえばね。この間練習の時に初めて楽器を見たっていう子もいたらしいですから。本当にでもちょっとギター弾いてみたら、みたいな感じでしたから。さあ、どうなってるんでしょうね。本当にすごいですね。果たしてね、まあまあ、でもそこまでってことはないと思いますけど。僕が嘘つくとでも思ってるんですよ。初めて楽器を見たってことはないと。触ったことはなくても、見たのも初めて見たぐらいのレベルでしたよ。本当に初めて蓋開けたって言ってました。本当ですか。1週間ぐらい前じゃないですかね。そうですね。まあ、その動画もね、見ることができるということなんでね、ぜひジャズデイカスカムのあれは Facebook のページと YouTube のページかと思いますけれども、ぜひご覧いただければ、検索すればきっと出てくるかと思いますので、ご覧いただければと思いますが、さあ、まさに一生に一度の思い出となるであろう演奏になります。白岡市立清賀中学校の皆さんでございますけれども、パシフィックショーケースの皆さんを改めて紹介しますと、アメリカ空軍太平洋音楽隊の誇るビッグバンドの皆様がパシフィックショーケースというお名前でございます。そのうちのメンバーの方がこちらのステージにも来ていただいて、今から、白岡市立清賀中学校の皆様とセッションをするということになっています。はい、さあ、準備が整ったようでございます。それでは清賀中学校プラスパシフィックショーケースのメンバーの皆様によりますステージです。どうぞ。